ふう。うん。ええ。行きましょう。気に入ったぜ。ありがとうございました。ほっほー。いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございます。ほっほー。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。やっと来た。行きましょう。もうすぐよ。着いたわ。あ、帰ってきたな。ああ、マスターはちょっと出かけてる。それにしてもずいぶん遅かったな。その代わりいいネタが仕込めたぜ。どんなネタだ？病院で和樹を襲ってきた二人組を捕まえて組織の名前を吐かせた。真剣派？看護語で真という字は仁、剣は言、派っていうのは派閥って意味で派と読む。まあ日本じゃ派っていうのが普通だがな。仁言派、韓国の組織か。間違いねえ。聞いたこともない組織ね。まあ知らなくて当然だ。日本のヤクザと違って韓国系の組織はマフィア化している。表立ってダイヤモンを掲げるような真似は絶対にしない。組織の名前も単なる呼び名でしかない。奴らにとっちゃ名前なんかどうでもいいのさ。大切なのは鉄の結束、それだけだ。じゃあ大吾と合田会長を誘拐したのもその人言派か。ああ、可能性は高いな。けどよく韓国語が分かったわね。昔ちょっとな。ここも危ねえようだからそろそろ場所を移そう。どういうことだ？どうやらここにも刺客の手が回っているらしい。本当か？マスターの様子がおかしいんだ。そわそわと出たり入ったり、どっかに連絡したりな。それに何だ？彼女のことを探してるみたいだ。
私を？この写真がカウンターの中にあった。なぜこの写真が？ここは俺一人に任せてくれ。マスターに確認する。お前は伊達さんとカブラさんをせれない。わかったわ。あれ、キリュウさんお戻りで。マスター、この写真は一体何だ？それはなあマスター、俺は1年前からあんたのことを知ってる。だからできれば争いはしたくねえんだ。理由を聞かせてもらえないか？いや、それは。誰に頼まれたんだ？いや、マスター、もう後戻りはできないっすよ。俺らはやるしかねえんだ。キリュウさん、俺たちのために死んでくれ。頼む。許してください。この辺りの店は1年前の事件で客足が減って、みんな借金を抱えてしまって。闇金に手を出したのか？銀行が相手にしてくれなかったので、つい毎日返済に追われて困っていたら、急に借金を全額肩代わりしてくれるって人が現れまして。誰が肩代わりすると言ったんだ？戦国組という組織の人に言われました。それでお二人の写真を。つまり懸賞金がかかってたってわけか？そうです。私は迷った。でもやるしかないところまで追い込まれてました。ですから。もういい。え？1年前の騒ぎは俺の責任が大きい。でも全ての型は俺がつける。あと少し待っていてくれ。だからマスターはこの場所でいつも通り客にうまい酒を楽しませてやってくれ。キリュウさん、毎日同じ場所に同じものが待ってる。それがこの街じゃ心の救いになるんだ。だから店を捨てないでくれ。はい。
すぞ、こら。逃げても無駄だ。くそ。
気に入ったぜ。ありがとうございました。おっほう。ああ、いらっしゃいませ。ありがとうございました。あれ？まで行かれ。それでは。
んのだ、こら！手間取らせやがって。まで行こう。それでは。いや、お、喂，
ああ、帰ってきたか。やはり裏で糸引いてたのは近江の誰かだったの？ああ、戦国だ。マスターたちは金で追い込まれたらしい。そう。はあ、どうしたんだ？何かあったのか？キリュウ、ちょっとヤバいことになっちまった。さっきの天野ビルの一件、どうやら俺が容疑者になっちまったらしい。どういうことだ？警察の監視カメラに誠が撃った瞬間が映っていたらしいんだ。